鈴木隆と小笠原に変えて、はい、高橋由伸と谷が今年ね、今日から上がりましたけども、選手層の厚さを感じますよね。そうですね、まあ、これでやっと原監督も主だったメンバーが1人を経験した形になったなというゆとりのコメントが出てましたけどね。ですよね、オールスターまでにね、全員で戦うぞというようなスローガンとともにね、はい、左ふくらはぎの肉離れ、2軍で調整を続けておりまして、昨日1軍にこの静岡で合流、今日1軍登録、まあ、とにかく結果が全てなので頑張っていきたいという話をしておりました。金村さん、この高橋由伸にとってはこの1軍復帰の舞台、2年前あのフェンス激突がありまして肋骨を骨折した木更木なんですよ。その時僕も来てたんですよね。はいはい、あの時は全治1ヶ月、復帰まで2ヶ月かかりました。今回は4月の序盤、肉離れで戦列を離れてようやく戻ってきた高橋由伸、その最初の打席を迎えました。どうなるかわからないけれども結果は全てだから頑張りたい、同じような話を何度も昨日はしていました高橋由伸。これはボールです。もう少し早く上がってても良かったかなと思ったんですけども、はい、やっぱりファームの試合に出て、自分もやっぱりその辺は話し合いしながらね、満を持して今日から上がってきたという感じがするんで、そのようですね。フリーバッティングに出てもバットは触れてますし、はい、やっぱり警戒しなきゃいけないバッターの一人でしょうね。原監督も由伸が自分が上がるというまでは待つという姿勢だったわけですからね、自分から大丈夫だって言ったもということは満を持してですね、満を持してますよね、はい、今度は4球目小川とは初対決。ファーストから正面ベースを踏んでワンアウト、そして二塁へ寄ってタッチした、ツーアウト、ダブルプレーです。2回の表ジャイアンツ0点に終わっています。